ついにやってきたつむつむセブンスアニバーサリー1日限定プレッシュ放題。ルーク・スカイウォーカー出てきましたよ。しかもこれはレッド・ファイブ・セニバーイのバージョンですね。 X ウィングに乗って最初のミッションに行くというところで、だいたいね、まあスター・ウォーズって本当に素晴らしい作品なんですよ。ただこの最初の出撃に関しては、宇宙に旅立つ何の訓練もせずにいきなり X ウィングに乗ってデススター破壊しに行くって、ルークの腕どんだけすげえんだっていう話ですよね。いや本当に。で、行きますよ。シュンシュン。いや、かっこいい。やっぱね、スターウォーズの中でね、もう何の飛行機が一番かっこいいかっても言われたら、もう確実に X ウィングって答えますよね。X ウィングかっこいいっすよね。で、あと、地味にタイインプインターセプターも好きだったりしますね。この、わかりません。なんか、やっぱ4枚バネってかっこいいんですかね。4枚バネって言ったら正しいか知らないんですけど。4枚の方ね、スターウォーズもね、いろんなゲームとかでね、やったりしましたけども、やっぱりね、もう、どんなステージでももう X ウィングで行くみたいな、固定で Y ウィングしかダメとかね、スノースピーターしかダメっていうシーンで、ところ以外はもう全部もう X ウィングで行くっていうね。いやー、X ウィングのあの形かっこいいっすよね。未だに X ウィングはね、レゴでもね、やっぱ何回作ってもね、っていうのがあるんですけどね。いきますよ。はい、シュンシュン。地味に背景が星空に変わりますね。ああ、そういうことか。この細かさ、すばらしい。しばしねって言ってました。はい。スターボームじゃなかったね。あ、スターボームじゃなかったな。スターボームはなかなか出てくれないっていうところですね。でかい、でかいルートを使ってくれる。ほい、行きましょう。シュン、シュン、ほい。あ、24個、めちゃくちゃしてくれる。優勝っぽい。まあ、あのね、ただ単に紹介していく動画、あ、こんなツムあったねとか、あ、このツム使ったことなかったけど、こんなスキルあるんだみたいな感じで皆さん見てもらえたら嬉しいんでね。まあ、特にそのスターウォーズ系は期間限定だったりするんでね、まあ、その時はもうとにかくなんかプレイしてやりまくったっていうことなんですけどね。まあ、実を言うと、これインストールしたのなんか1、2年ぶりくらいなんですよね。一時期めっちゃやってた頃をもう一回なんかやりたいなってふと思ったからね。すごい。ノーアイテムで280万いきましたよ。ということで、ルーク・スカイウォーカーでした。